どうもパフォーマンストレーラーの園之助です。さあ今回はですね、皆さんにとてもこれから重要なことというか、今後の人生長くスムーズに、そしてダイナミックに元気に動いていく上ですごくキーポイントになる人間の脊柱の動きですね、それのもう本当ガチ真っ当な、ストレッチというか、動画を皆さんに提供します。それで今この世界っていうか、この日本でもいろんなストレッチ動画が流れてますが、よくあるのがストレッチ動画こうやって流してて、あれ どっちみたいな、こういうのあるじゃないですか。なので皆さんにこれ今まで動画提供してきましたけど、一つだけにフォーカスしてる理由がこれなんです。結局たくさんのドリルをやって方向が分かんなくて、方向を定めてると意識が飛んじゃうんですね。僕はそれよりも一つに対してちゃんと理解を持つっていうことで、そこにちゃんと向き合ってやり込んだ方が、僕は YouTube のコンテンツとしてまあ他にいっぱいあるから、だから他の真似はせずにこういうふうに一つだけに特化して、そして皆さんにその一つだけの方法に対してちゃんと集中してやってもらいたいなと思ってこの動画を作ってます。なので今回も多分一つぐらいだと思います。でスクワットのドリルとかでなかなか体がうまく使えないっていう人もすごく貢献してくれる動画だと思いますので、一緒にやっていきましょう。はい、それで今回にキーになるのがこの人間の動作のこの側屈っていう動きです。背骨がこういうふうに横に倒れる動きですね。腰椎っていう骨の部分は安定して上の胸椎の部分が側屈すると、こういう動きで、じゃあここだけ動かしてたらいいのかって言ったらそうではなくて、人間の動きっていうのは立って動くわけですから必ず下半身と統合しなきゃいけないです。でここで今日は皆さんにチェックをしてもらいたいんですね。ダンスとか何でもする上でも必ずこの能力はめっちゃ必要です。アイソレでもめっちゃやるから、ただ人間が自由にこう動くためにはものすごくこの部分がフリーに動けなきゃいけないんですよね。それはもういろんな部分と統合するんですけども、でまずここで皆さんに可動域をチェックをしてもらいたいんですが、こうやって座った時に多分座骨で座れるか座れないか、まずこれ一つですね。座骨ってでもこの硬い骨、もう訳分かんなかったら背骨引き上げてくれればいいです。まずこうやって座れるか確認してみてください。で前のお話でもしましたけども、股関節の形状だったりとか形成がどうしても発育の過程や環境でこうやってできない子もいます。結構欧米人多いんですけども、できない場合もあります。でその時は無理しないでください。でも僕的にはある程度できた方がいいのかなと思うので、そういった場合は全然椅子使ってもらってもいいです。今やる行為は、はい、なんでちょっと椅子使ってやってもらっても構わないので一緒にやっていきましょう。とにかく大事なのが骨盤を正座と一緒のようにこういうふうにちゃんとカーブを保って立つっていうこと、ここが基本。ストレッチの基本っていうのは脊柱のアライメントを絶対に崩さないとかがポイントです。そこに集中できなかったら他の動きつけなくていいです。はい、だからそこをまず理解しなきゃいけなくて、自然体ができている中で自然な動きを導くっていうこと、これストレッチの基本なんですよ。でもちょっとそこ抜けてるとこありますね、インストラクションで。自然体じゃない人が自然じゃない動きをしたら自然じゃない動きを習得していってしまうんです。自然じゃないってことはこの地球上に対して自然に動けなくなるんです。ってことはこのままじゃあ動いた立ち上がったって言ったらここばっかりにストレスがかかってる。人間は SJ 描いてるから重力がかかるスプリングを跳ね返してこのスプリングなわけですから、重力に反していかなきゃいけないですね。そう、エナジー comes in comes out goes back っていう風に必ず返すっていうね、だからそこをちょっと意識してみてください。はい、サイベンディング、だからまずこういう風にかかとを恥骨に近づけます。どっちの足からでもいいです。まあこういう風に向き合ったら皆さんね、左足をこうやって引いてもらって確認します。まずこの
皆さんで言うと右肘がこういうふうに、右足の膝の横にこういうふうにピタッとつきますかね。ブン。ここが今ストレッチかかってくるのは分かると思うんですが、より近いところです。遠くに遠くに行こうとしなくていいです。より近い場所に肘がつきますかね。ここでストレッチかかってくるのこの横の部分ですよね。この腹斜筋から腰方形筋とかね、まあ、起立筋の部分だったり、そしてこの膝がこうやって一緒になってひっついてこないか確認してみてください。でこの動きをやった時に実は左のこの内転部分、ハムストリングの巣の部分も少しこう伸びてくる、こういう風な筋膜の流れで伸びてくるので、例えばこれが硬い人、スクワットワークやった時とかに必ずこうやって膝が内側に入ってきて導かれてしまう、そういう光景もあります。で今見ていただく分かるように必ず注意してもらいたいのが、つま先がポインティングアップしてます。アップトゥースイリングって言いますけど、天井に向いてるっていうこと、そこでひっつけること、内旋してないこと。これ足を出してこうやって内旋してしまう、まあすごく緩い柔らかい女の子、これはできるだけ親御さんも止めてあげた方がいいです。このストラクチャーがもう作り上がってしまうと、将来だいたいすり減り、股関節のすり減り、寛骨臼のすり減りが多くなってしまって、人工関節になりやすいリスクはあるので、で人工関節になった場合にこの行為はコントラインディケーションといって禁止動作になるんで、結局はやっちゃいけないんですよ。だからそういった風にちゃんと将来をちゃんと考えて体作りしていかなきゃいけないというと、あとインディビジュアリティって言って個々で見るっていうこと、これ絶対やめてほしいのが、もし男性女性ご夫婦家族で行った時、お前できねえなあれできねえなって絶対指摘しないでください。一人一人違うから、そして喧嘩になるからやめてみんなが違うから、自分は自分で焦らず、そしてよくあるケースをモディフィケーションというか、どういうふうにどういったタイプの人がやったらいいかっていうのも説明しますね。とりあえず反対側もやってみましょうか。必ず左右差が出ます、外側股関節が外旋しているっていうことを確認してこういうふうにひっつけます、はい、どうですか。ここ気持ちいいストレッチがかかってる、それでも全然 OK。 まずチェック確認します、はい、そしたら右足を出します、はい、そこでストレッチをしながらいろいろいろんなタイプの方を説明します。まず前提にこういうふうに肘を近づけて、つかないな、でもここ気持ちいいストレッチかかってるな、つかないな、全然ここでもいいです、ここでもいいです、無理していかなくていいです。ただ伸びてる箇所を必ず理解します。膝が曲がってしまうなっていうタイプの方は頑張って伸ばしてこういう感じでもいける範囲でいいです。ただ体をできるだけこの反対側の左の方にこう胸を開くようにしていい姿勢を保ちながらやってください。そうすると多分こういう人は筋力を使う方が辛いと思うんですね。こうやってやってることが辛いと思うんですよ。でもそれでいいの。さっき言ったようにナチュラルに脊柱を起立させるっていう筋力すら今出せない状態なんで、皆さんにとってみたらこれ、もしかしたらそういった方にとってみたらこれはトレーニングになりますよね、多分ね。それで全然 OK、 うん、だそこでまず動いてみてください。これだけでもいいです。膝が曲がってしまっても体起立していいです。膝が上がってしまっても頑張って体を膝の方向にこういうふうにひねって体を横に倒すように導く、もしくはここで止まってても OK です。はい、膝が伸びるよ、膝が下がってるよっていう方、でも肘がいかないなっていう場合、それはここに気持ちいいストレッチが入るだけで OK です。気持ちいいなって、そして次この足が上がってきちゃうなっていう方、もしくはこういうふうに肘がつかないけど気持ちよくストレッチがかかるっていう方は、この足をできるだけ床に近づけてってあげるっていうのと、あとももを外側にこうやってねじるように圧をかけてあげます。こうやって滑らすような感じですね。外、後ろ、後ろというか斜め下に筋膜をそっちに誘導してあげる。
でゆっくりで絶対やらないでほしいのはこういう反射的な動き、できるだけゆっくりゆっくり。ここの筋膜ってすごくセンシティブなんで、あんまりやりすぎると腰痛くなったりするから、今長くやってるけど本当だったら30秒ぐらいでいいです。30秒ぐらいやったら入れ替えるっていうぐらいにしてあげてください。はい。で肘つく方は肘ついて、はい、どんどんいってみてください。 OK。 はい、では反対いきます。膝が上がってくる人は頑張って下げる、もしくは背骨を起立させる。膝が曲がっちゃうんだったら背骨をまず起立することから覚えてください。全然つま先掴んでみてもいいです。とにかく体が急進的に回すんじゃなくて、できるだけこう遠位的に体を開きます。とにかく肩が丸型にならないように開く。で伸ばす。 OK。で肘がつく場合は気持ちよくこの部分が伸びる。腰部というよりはね、この体側なんですね。体側からこの後ろ側ももちろん伸びるんですが、足をこういうふうに押して外に促してってあげる。膝が内側に入りそう、こういうふうに構えてしまう場合だったら、手をこうやって置いて、ちょっと自分でこうやって外っていうふうに促してあげてます。でも時々いますね。どうしても足流した時にどうしても回旋してしまう場合の方は、できるだけ外に導いてあげてください。はい。そしたら次です。このチェックとここのストレッチが終わったらもう一個いきます。こっからさらに側屈してリーチングアーム、こういう状態を作ります。これはかなり難しいかと思うんですが、どうですかね皆さん。体をグイッと開いて頭を出す。これここから脇を通してここ腕を通して伸びますよね。これかなりハイレベルですよね。こっちは縮まってこっちは伸びていく。はい。最終的にはこの可動域が欲しいです。でよくダンスの解説でも言ってるんですが、筋位って言って脊柱の動きが作れなかった場合、今みたいに鋭意する手の動きっていうのは作り出せないんですよね。これが人間の体です。つまり我々のリージョンでこのセンター、ここのスパイン、脊柱が動かないってことは、四肢が自由化されて動かなくなるわけです。そう、だからここのセンター、体のセンターの部分を動きを良くしないと手の可動域が出ない、もしくは一緒にひっついてきちゃう、分離しないってことですね。これ人間の動きで考えると、足が伸びてるときは必ずこうやって手が伸びるわけですね。こういうストレッチも後々ありますけども、まあ今やらないですけど、本来はこういうふうに伸びていく箇所があるわけです。手足は一緒にこう伸びてるわけです。はい、逆行きましょう。行ける人はそのストレッチを、今のストレッチをやってみてください。で、まだ行かないよっていう方は、ちゃんとその可動域をできる限り取得するように、普段から心がけてみてください。別につかなくてもいい。でも、今日ここなら、何にもやんなかったら5年後ここぐらいです。肘の位置じゃなくて、今日ここだったら、5年後、多分こうです。手じゃなくて脊柱の方が老化します。だからそこを皆さん考えなきゃいけないってことね。これジョイントヘルスって言うんですけど、関節可動域っていうのはどんどん狭くなります。それは脳からアウトプットされる動きがどんどん小さくなって自信がなくなっちゃうんですよ。でよく考えてください。これだけ制限した体を大きく動かそうなんて、頭はそんな情報流さないですよね。体が自由化されてるから大きく動けるよっていう風な情報が出るわけですよ。だからこそ体に制限をできるだけつけないってことが大事。そこで基本が自然体で動くっていうことなので、自然体を作って可動域チェックする。そこからここ筋位的なところ、脊柱から動きを作っていって、手が
伸びます。僕はこっちがすごく硬いんで、でも左肩怪我してくるからこれついてくるんですよね。僕でもこれだけ左右差があります。僕はこの肩甲骨のこの奥側のローテータカフっていうこの筋肉、ちょっとこの前去年かな怪我してしまったので、だからこの小さな怪我でここの部分から全部硬くなるわけです。全部コネクトしてるので、これでも掴めるようになったらすごく気持ちいいですからね、側屈動作で。何回も言いますけども、やりすぎると結構腰が痛くなるのでやりすぎないように。ただこの側屈ができないと手が上がらなくなります。見ていただくと分かりますけども、全部つながってるので、はい、こんな感じです。ぜひ皆さんもですね、人間は縦の方向だけじゃなくて、この横に動く、横に背骨が自由化されて動くっていうことが、我々の背骨のこの複雑なストラクチャー、 S 字のストラクチャーにとても重要で、でどんどん S 字のストラクチャーが棒のストラクチャーになってきてしまうからこそ、棒のような動きになってしまうということですね。手が伸びるときっていうのは必ず脊柱っていうのは傾いてくるし、走るときもそうですけども、脊柱っていうのはいろんな方向に向かって動いてるわけですね。こういう風な動きありますけども、はい、こうやっては動かないですね、人間はね。こうやって螺旋で動くから自由化されて動けるので、ぜひそういったことをですね、頭に入れて、一つの動きが何の意味があるんだろう、どういう風な動きを脳にインプットしたらいいのか、自分の体に消化していったらいいのか。で、前の説明もしましたけども、ストレッチは絶対にこなさないこと。こなすっていうのは、はい、30秒とかって言ってやらないこと。何のために、どっから動いているのか、どのように、どこに対してアプローチしているのか、それで常に、あ、こう手がここだな、あ、耳ここまで行かなきゃいけないなっていう風に、必ずエラーをトラックするっていうこと、そこを絶対忘れないようにしてみてください。ピンポンが鳴りました。それでは、いっ